両費ウィンドパークのプロペラ軍両費、ウィンドパークは青森県東津丸群外ヶ浜町にあった集合型風力発電所である。1992年3月に東北電力が n e d o と共同で設置した風力発電実証研究設備である。設置当時は国内最大規模の集合型風力発電基地であった。現在はほとんどの風車が撤去されており、 ホテル料費のそばに立つ一機が残るのみである。運営当時は4種類11台の風力発電装置で風車の保守合理化や効果的雷対策などの実証研究を行っていた。また、施設内には風車の模型や風力への体験装置を備えた展示館があり、4月25日から11月10日の期間開放されていた。 同所の風車は小型であるため効率が悪く、また老朽化が進んでいたことから、2007年3月末日に実証試験を終了することが決まり、同日廃止された。なお、展示館は同年9月まで営業を継続した。土地及び変電所設備については、外ヶ浜町と第3セクター、津軽半島エコエネに譲渡することで、基本合意し、2008年に、 ほとんどの風車が撤去された。同社は跡地に2機の風力発電装置を建設2010年10月にタッピ風力発電所として運転を開始した。ホテル料費にも風車が1機あり、ホテルで利用する電気を太陽光発電と併用して供給している。また、展示館は隣接する青函トンネル記念館と廊下で繋がっており、 閉館となった現在も記念館の展示室を経由して入ることはできる。しかし、展示設備の中にはすでに正常に稼働しないものがある。いずれも水平軸プロペラ式、アップウィンド型。両費の風車、解体始まる、外ヶ浜47ニュース設備認定事業者、一覧資源エネルギー庁、RPS4 ホームページ。ありがとうございます。